まあ、111回という1が並んで、キリのいいというかおめでたいあれなんですが、実はこの何年間か、毎年から続くのスタートはトップバッターは山田先生なんかそんな風になっててですね、これから山田先生に講義をしていただくんですが、どうか今年もですねよろしく、この後の教室もおいでいただければありがたいと思います。じゃあ山田先生お願いいたします。今日お話を皆さんにしてみようと思うのはですね、僕たちが、まあ、若い頃って言いません、教員時代ですね、マルソー公園って言っておりました。マルソー公園ではですね、よく大きな料亭があって、それで一中に勤めておりましたんで、50人も60人も入らないかん、そういうところが必要でしたので、勢い、マルソー公園がお得意の、まあ、宴会場っていうですかね、まあ、そういったことで、それくらいの知識が最初は持ちませんでした。そしてちっとお酒が回った時に、丘の上に登ったら大きな石塔が火があってですね、でそれに大久保何がして書いちゃったらですね、ああこれは二代目の大久保のなんかか石碑かって思いますけれども、字は読めないし、ただ大きくて貫禄のあると言いますかね、後でこの絵で、お見せしながらお話し進めますけれども、下見ると3段ぐらいのところに大きな亀の頭をこう掘っているわけですね。こんな石碑は見たことないぞというか、何か言われがあるだろうと、まあ、そんなふうなことを、まあ、若い頃はそう思っておりました。で、まあ、最近になってって言いますかね、もう 4,5 年前でしょうか、ある方から唐津山ってアルバイっていう話をちょっと聞きました。でどけあるねって言ったら、東京の羽田空港に行く時のモノレールのところで浜松町駅っていうのがあるということで、僕は全然そこのとこ行ったことないんですが、そこの浜松町駅で降りたらすぐところに大きな公園がある。インターネットで調べますと国指定のですね、名称ですね、これがいわゆる今日話します主人公の一人であります大久保忠常って言いますかね、大久保忠常のが老中になった時、作った自分の江戸藩邸の庭園だということですね。そこに唐津山っていう築山を作っているということ、これにびっくりして、これは大久保氏、マルソー公園にあったその大久保の碑と、それからこの庭園と何か因縁があるんじゃなかろうかということで、今日の話を組み立ててみました。じゃあ、まあ、そういう前置きをして、早速お話を進めたいと思います。でタイトルはここに書いておりますように、どうも大久保氏っていうのは、唐津に来たときは、ちっと沈んどったって言いますかね、まあ、大久保って言ったら大久保彦左衛門をすぐ思い出されると思いますが、大久保彦左衛門の子孫にあたるわけですね、まあ、天下のご意見番と言われた徳川家康を何回も危機で徳川家康の危機を救った人物、その大久保家ですね。だからかなりの武勇を誇りとした家柄だということ、それはよく分かったわけですが、さて、唐津に来ていろんなことを調べていますと、どうもこの時は大久保氏は幕閣、いわゆる幕府の中では干されてしまっていて、一時期、本田何が本田正の方ですかね、あの人たちから追い落とされて、で、しょげ取ったって言いますが、そういうことが何年か続いた中で、唐津に来て、だから唐津でここでいい仕事をして、ゆくゆくはまた幕閣に戻るぞというような、そういう意気込みといいますかね、まあ、再起をかけたとしているのはそういうことって思います。そういうことですが、まあ、そういうことでやってきたということ、まあ、そういったことをちょっと思い描きながら、最終的にはこの碑、今この写真写っていますこれですね、もう何度も皆さんもお気になって見られたと思いますが、実は正面とそれから後ろの方にですね、びっしり何て言いますか、文字が彫ってあるんです。ただ今言っても全然見えません、風化してしまって、幸いなことにですね、唐津は
ある、いろんなところでお話ししますが、あの塩屋さんの優れた学者がおって、実は文化年間、ちょうどあの伊能忠敬が参ります文化9年から数年経った文化14年ですかね、12年ですかに、なんて言いますか、この日に登ってそ の, なんあの文字をずっと写した塩屋さんがいらっしゃるわけですね。この佐志の塩屋さんですが、岸田喜一っていうてですね、すごい塩屋さんです。この岸田喜一っていう塩屋さんは、伊能忠敬が来た時には伊能忠敬をずっとあの接待する親分だったんですね。そのもとでもご存知の曽田運平が25、6でいつも岸田喜一について、そして伊能忠敬を見て、それでいつかは自分もこういう学者になろうということをお手本にして、ああいうすごい学者になった、まあそういうような言われがあるということですよ。まあそういう文書で残ってるから、それを読んだら何が書いてるかが分かるわけですね。これはやった、僕が読んだのは初めてじゃなかろうかと思って遺産で読み寄ったら、調べ寄ったら、あの東松浦軍史というとですね、松代松太郎という方がお書きになった東松浦軍史というのがあります。昭和初期ぐらいのでしょうか。それにもビシッと書いてありました。でその方はだからお読みになったんですね。書いてありました、まあ、そういったことを合わせてお話を進めたいと思います。でまず、唐津藩、大久保氏もそうですが、歴代藩主、唐津藩はご存知のように次々に大名が変わっております。初代寺沢氏、寺沢氏についてはもう非常に皆さんお詳しいと思います。2代続きました。53年くらいですか、寺沢氏がいたのがですね。で、寺沢氏はご存知のように豊臣秀吉のによって取り立てられ、そしてあの出世をしていくわけですね。唐津に、朝鮮出兵の時に一緒についてきて、そしてここで秀吉に気に入れられて、いわゆる取り次ぎという役をやるわけですね。そういうことで出世していく寺沢ですが、2代続いて滅んでます。まあ、このことはもうご存知ですけど、省略して、そしたら幕府はさて次寺沢氏の後誰を唐津の豚さんにするかということですね。そのことでかなり苦慮したといいますか、思い描いた。それが証拠に幕僚1年、1年間は幕府領土になったと唐津でそうしておりますが、実は1年7、8ヶ月なんですね。だから2年近くはいろいろ考えたようです。そしてよし、唐津に今度持ってくるのは譜代外、譜代というのはご存知のように徳川のに近い大名ということですね。徳川家のことなら何でも忠誠を尽くすっていう、大久保氏っていうのはもってこいのそういう人物だったと言えそうです。あと松平、土井、水野、小笠原ともご存知の名前の通りの譜代が唐津を何て言いますか、支配するっていうことになるわけですが、幕府はこの約2年くらいの間に唐津に誰を持ってくるかということで苦慮したと言いましたが、大久保氏を持ってきた理由、これはおそらく家康、徳川家康以来ずっと武勇で鳴らした大久保家、しかも一時冷や飯を食べさせられる時期があったけれども、いわゆる あそこの姫路ですね、姫路の城の少し大阪より行きますと、有名な塩田で有名な、またタコあたりで有名なお城があり、そういえばもう皆さんお分かりかと思いますが、そこで結局瀬戸内海をの交通を守る、そういう要所の城におって、そして船団といいますかね、今で言った船団ですね、瀬戸内海を守るための軍船、船をどんどん作って、そしてそういう、まあ、今船宮と言いましょうかね、そういったのをやったし、それで九州、それから瀬戸内海沿岸の並み居る武将たち、各藩の武将たちを幕府に反抗させないように
まとめていく、監視していく、そういう役を雇ったのが大久保氏だったわけですね。その大久保氏を唐津に持ってきたということです。ということはやはり唐津をそういう形で西国、まあ端的に言えば九州の外様大名たちを抑える、そういうような仕事役割をこれからは唐津に与えようと、唐津城の藩主たちに与えようと、そういう思いでまず大久保を持ってきたと、そう考えてよかろうかって思います。その後も松平土井水の小笠原氏ですから、もう着々の徳川の中心たちといいますかね、譜代の有名な大名たちを持ってきた。だから唐津っていうところは、石高は、最後は6万石程度ということで中、まだ中以下の藩ということになりますが、幕府にとってはなくてはならぬ、九州をに睨みを聞かせる、また長崎がございますが、長崎を実は佐賀の鍋島と福岡の黒田にその護衛を任せとった。しかし心配なのはこの2つがかなり力のある外様大名であるわけですね。だから幕府にとってはちょっと手をかまれる可能性もある。そこをきちっとまとめるのに大久保氏、つまり唐津藩の大名を使った、まあ、そういったことを考えられるわけです。そういう意味で、唐津藩主を非常に重要視した幕府、それにこの時期にはこの時には非常に不遇を囲っていた大久保氏がここで一花咲かせて、そして、幕府に再び認められ、で老中に返り咲く、そういうような思いがあった。そういう思いが成功した時にやはり、僕はもう丸底公園って言ったら本当はいけませんですね、今大久保緑地公園っていう市の指定の史跡ですから、大久保緑地公園にああいう大きな石碑を建てたんだと。だからそういう石碑を読んでいく とその時の大久保氏の、思いですか、そういったのが分かるんじゃなかろうか、まあ、そういったことで進めてい、こうかと思っております。でたくさん資料をと言いますか写真を準備しておりますので、次から次にお見せしながら進めてみたいと思いますが、ここがですね大久保忠友の上屋敷の庭園だったところです。残念ながら僕行ったことないので写真でちょっと紹介だけですが、現在はですね旧芝利休恩師庭園という名前で呼ぶそうです。で国史跡の名所指定で、まあ、浜松駅の下にあるぞということを紹介しましたが、なかなかのところです。でちなみに、江戸って言いますか、東京には江戸にいたいわゆる大名たちの庭園がいくつもあったわけですが、現在国史跡名所として、国が管理しています。それが2つあります。今のと、それからもう1つは小石川にある後楽園、小石川後楽園で、これもなかなかの写真で見るとですね、これはご存知の水戸徳川家の江戸の上屋敷だったって言われますね。ここにちょっと書いてます。最初の藩主だった頼房、徳川頼房が築邸したけれども、あとは例の水戸黄門と言われます徳川光圀がこれをきれいに庭園化したという、まあ、そういうようなことが伝えられているところですね。まあ、これはちょっとご紹介ということでこうしましたが、さっき言いました唐津山っていうのはこういう形で写真で見ることができます。いわゆる芝利休の恩師庭園、大久保忠常の庭園にあった唐津山っていう名前をつけたというところがですね、ですが、じゃあ唐津山とつけて、思い出にふけたと思われますが、いわゆる老中になって、天下の、なんて言いますか、今で言ったら官僚のトップに、上り詰めたわけですね。そういう思いを込めながら作った唐津山ですが、じゃあどこを写したのかとなるとちょっとばかり、ですよね。これがなんとかとかちょっと、まあ後で見て想像していただければと思いますが、
まあ、そういうあれがあるわけです。じゃあこの大久保忠友、この唐津におって、そして老中に召し上げられた大久保忠友ということ、この人についてちょっと2、3行を付け加えておりますが、まず唐津藩におったまま老中になった、これは前代未聞といいますか、唐津って 今の唐津と場所は変わらんわけですね。そこで江戸の老中になったって言ったら、どうやって通勤するかということですね。今だったら新幹線乗ったりということは、当時新幹線あるはずないだからということです。だからよ、偏僻な唐津から江戸で勤務せないかん老中になすということ、そのことはなす方もなす方人物を買ったと思いますが、そう指名された方は鼻高々、やったー、やっと幕府に認められたぞというそういう思いがあったと、唐津山っていう名前はそういうことを象徴しているんかなという気がいたします。そして翌年すぐ千葉の桜ですねに転封になって移っていって、そして老中主座にのし上がっていくんです。まあそういう人物ですね。まあ豪傑だったということは次のエピソードでお分かりですが、実は江戸城内で自分が老中していた時に、大量の堀田正利、この人が江戸のいわゆる老中の庭で惨殺されるわけです。こういう事件、いわゆる忠臣蔵の、よりもうんと前に起こった事件ですから大騒動だったと思いますが、この時この唐津の忠常老中はですね、直ちにこれを殺した、切り取ったといいますかね、稲葉正康という人物ですが、稲葉正康をその場で即座に切り倒したっていう、もうそういう武勇があるわけですね。そういうことがあるもんだから、やがて忠臣蔵って言いますよね、人情の件が起こった時、あれは失敗しますですね。なんでそういう決意を固めて憎き、吉良上野を討つという時になんで失敗するんだという風評が立って、あれだったらもうか、なんて言いますか、敵討ちをするのにもっと慎重に、なんて言いますか、敵を討てるようなそういう、あれを舞台を作らないかんじゃとじゃないかという批判も当時あったということ、まあそういったこともあったようですが、やがて小田原に転封しますが、小田原というところが実は大久保氏、この老中になった忠常の、まあ、ひいじいちゃんになりますかね、ひいおじいさんの最初に、忠親という人物で、大久保忠親、この人が最初に、小田原城主となるわけですね。だから大久保氏の最初の振り出し地が小田原であるわけですね。そこに帰っていく、だからもう文字通り今ふるさとに錦を飾るという形になるわけですね。そういうような思いもおそらくあの火の中に、丸倉公園の火にですね、あるんじゃなかろうか、まあ、そういったことも考えながらお話を進めてみたいと思います。相前後してお話をですねこう進めておりますので、これずっとあれしていきますと、写し取っていきますと同じことが何回か出てくるかと思いますが、その時はもうちょっと飛ばしながら参りたいと思いますが、じゃあまず、大久保氏のことをいくつかお話しましたので、大久保氏自身の来歴といいますか、一応少しお話をして進めてみます。大久保氏、この人物は彦左衛門ですね。もう彦左衛門については十分ご存知の人ですね。これが小田原城、国史跡になっているようですね、この天守閣ですね。小田原城、小田原というところは唐津と非常に縁があるところですが、お話しますとちょっと長くなりますので、もうちょっと省略しますが、いろんな旅行行かれるとき、もし小田原に行かれたらですね、ここで 1,2 泊して、唐津に関連するいろんな資料あたりいっぱいありますので、ご覧になったらよかろうかって思います。まあ、小田原城、ここが大久保氏の振り出し、出世街道の振り出しの地だとこう見てよかろうかと思います。で、忠元
の、まあ、おじいちゃんにあたるですかね、忠近という人物です。これが初代の藩主になったということですね。まあ、まず小田原がまず出発点だということ、まずそしてじゃあその小田原に城を作った大久保忠近でどういう人物かというと、これもいろんなところで、紹介されておりますが、まず一番有名なのは関ヶ原の戦い、1600年関ヶ原の戦いでいわゆる秀忠についているわけですね。家康の2代目の秀忠、東軍の主力で、秀忠について、そして中山道を進んでくるわけですね。関ヶ原の戦いご存知の方はですね、家康はイライラするわけですね。2代この秀忠が遅れるわけですね。で遅れた理由がこれなんですが、実は中山道を進んだ時に信濃の上田城って言ったら、今夜の日曜日の番組にあるいわゆる真田丸の主人公ですね、主人公というのはそのお父さんになりますかね、この上田城にいわゆる真田昌幸が籠城して、そして秀忠たちを撃ってやろうと思って手ぐすに入って待っとるわけですね。その時に本多正信正純っていう、これが生涯大久保一家にとってみたら、目の上とはやんけれどもお互いライバル同士ですね。これはまっすぐやっぱり関ヶ原に行って戦おうということを主張するけれども、この忠近はいや今この何て言いますか、佐田正幸のおる上田城を撃たないと後々禍根を残すということをやるんですね。そこで猛烈な口喧嘩をやったようですけれども、結局うちに行ってそこで長引く、それが後で家康の怒りを買うというようなこともなった。まあだから勇猛果敢な人物であるということは間違いございません。この人物のようですが、なかなか勇ましい顔をしております。で言いましたように、大久保忠近派って言いますかね、勇猛果敢で知られる一族だから、武断って言いますかね、武断派と言ってもいいようですが、武断派とか文治派というそれに対する知力でやるっていうのを文治派ってよく言いますね。これはどうも秀吉時代に使ったようで、家康の時にはそういう使い方をどうもしなかったようですが、ここで文字使ってみますと、こちらは武断派、それから本多正信を大将にする家康側近中の側近ですね、知恵者の、こちらを文治派と、まあ、ちょっと読んでみるとそういうタイプだったでしょうね。大久保忠近対、本多正信一派ですね。どちらも家康に取り入れって言いましょうか、取り入れ武功または頭脳で勝負をした、だからどちらも勝っていた。家康は上手にそれを利用しながら幕藩体制の強化に努めていく、まあ、そういうことをやっていくわけです。でその一派の中には本多忠勝っていうのがいます。本多忠勝ですね、この人は徳川四天王っていう、この本多ですが、忠勝ですが、徳川四天王っていうのもご存知のように、幕府を家康を何て言いますか、忠誠を使いながらいわゆる幕府を築き上げていく、まあ、そういう人物たちの集まりでしょうね。その中の一人、まあ、武勇で聞こえた人物、それともう一人挙げるならば長安、大久保長安という人物がいます。この人は武断派ではあるけれども、やはり知力的にも特に算数っていいますか、今数学計算力とかいろんなあれが強くて、それから鉱山の鉱石類にも強くて、だから家康は最初はですね、この長安は武田氏の家来だったようですね。で武田氏の家来だったけれども、お父さんは猿楽氏の大蔵大夫ということだから、大蔵派の狂言師ということになりますね。だからそのまま育ったら自分が狂言師になったかと思いますが、小さい時から、それをあれして、家を出てですね、そして、忠近の与力として、与力っていうのは簡単に言ったら家来っていうことですね。大久保忠近がものになるということで家来にして、そして
大久保姓を名乗らせたということだから、かなり信頼をしとった、頼ったということですよね。ところが家康もこの大久保長安を見たときに、これは人物というか使い物になるということで、全国の金銀山、金山銀山ですねの統括を任せているんです。そして大久保長安が全国の金銀山で上げる収益のうちの 4、6 に分けて、4を幕府つまり家康が取る、6を長安にやったっていう、そういう話が残っています。だからかなり、信頼をしたということ、それがひょっとしたら長安を少し突き上がらせるとまでいかんけれども、後に長安事件というのが起こるきっかけを作ったようですが、こういう人物。それで、一方の本多派は親子、正信と嫡男の正信ですね、正信正信のこの親子ですね。それから土井利勝、これは唐津にやってくる土井氏の先祖ですね、土井利勝。そして紛れもなく徳川家康の烙印ですね、御烙印、そういう人物。それから酒井忠世、秀忠と家光についた老中筆頭でしょうね。こういう人物だから、知恵者が本田で大久保って、恋でお互いに隙を見たら相手をやっつけようっていう、そういう割をやったようです。で、最初に、両派の中で最初に優位に立ったのは大久保氏だったようです。大久保氏、それはこれは歴史的にも非常に有名な事件で、岡本第八事件というのが起こります。岡本第八っていうのは本多正純だから反対派ですね、本多正純の与力だったんですね。で、岡本第八はキリシタンだったんです。で、キリシタン大名の有馬春野、これはもう有名な有馬春野ですね、一時期は島原の上司にもなった有馬、熱心なキリシタンで、ローマに4人の少年施設を送った時の人を送っているわけですね。だから熱心なキリシタンであったと同時に、当時の大名、キリシタン大名というのは新人と同時に貿易を欲したわけですね、いわゆる南蛮貿易とか、そういう貿易、また家康、いわゆる徳川家の承認を得た朱印状を持って東南アジアまで進む貿易、これを朱印貿易、朱印船貿易って言ったわけですが、そういった貿易を通してやはり自力を上げていくという、それにも非常に長けた人物だったようですね。そういう意味で実は岡本第八は本多正純の与力ですが、本多正純が家康に何か言うとすぐよかろうというような間柄ですから、岡本第八をうまく利用して晴信は6000両の賄賂を第八に送ってるんですね。それは晴信が進んで送ったんじゃなくて第八が仕掛けた、どうも第八の方がうまくやったようですが、で、そういう形でいわゆる貿易の利益を占める、そういうようなことがあった。この6000両、これが表立って噂された6000両あったということで、そこで家康は怒って、岡本第八と有馬春信ともに処刑をされます。違う場所ですが、かなり残酷な処刑をやったようですが、有馬春信はキリシタンでした、岡本第八もそうでしたけども、有馬春信だからキリシタンだったから、自分の家来に胸をつかせるか、そういう形で処刑されたようです。ちょっと外外れますが、この有馬春信、これを唐津の関係で言いますと、岸田家上の最初の上主、最後の上主、旗三河の神、最後の名前言った近氏、旗三河の神の近氏の弟になるんですね。ひょっとしたらいろんな本には兄貴と書いてあるのもあります。ただよく調べると、どう見ても東道丸と、三河の神は東道丸と呼んでいく、いた少年時代ですねの年齢でいくと、どうしても、3つ4つ東道丸の方が上なんですね。だから三河の神がお兄ちゃんで、春信が
弟だと見るのが正しいんじゃないかって思いますが、まあそういうような、まあちょっと余談を申しました。ただこの、いわゆる第八事件、この第八事件で家康を含めた幕府が慎重になったのは、そろそろキリシタンを弾圧せないかんっていうことになるわけですね。キリシタン弾圧令をこの頃から何回か出すわけです。そして1612年の翌々年ぐらい、14年頃に例の高山右近を、高槻城にいました、あの高山右近を、アジア、まあ、マカオでしょうかね、あの辺りに追放する、そういう事件を起こす、そういうきっかけになる事件ですね。まあ、そういうことで、大久保氏の方が、まあ、最初優位になった。ところが、その大久保氏の中での一番のリーダーだった長安が、翌年13年ですが、翌年ですね、長安の方が亡くなるんです。だから本田親子にとっては巻き返しのチャンスが来るわけですね。この時本田親子はもう知力に任せて、違う、全国に張り巡らせた情報網に、上手に使って、そしていろんな残言っていうですから、あってもないようなことも これがあれしたりしたことをどんどん言いふらすわけですね。一つは金山奉行時代に不正があったというようなこと、だから伊達政宗の力を背景にして謀反の動きがあったんだとか、それから武田氏出身でした、武田氏の家臣でしたが、武田氏最高の企みがあるんだっていうような、そういったこと、これは徳川実機の中でもこれあたりはもう残言、本田親子の残言として扱われていますが、しかし何て言いますか、短所はあったですよね。っていうのは長安やっぱりお金は持っとった、金山奉行を全国支配しとったから、そこで自分が生きてる時にですね、亡くなったら金の棺に入れろっていうことをやっとるんです。だ間違いなく金の棺に入れられてこの時埋まったんですね。でそれに家康が激怒したと言いますか、だから金の棺を開けて、そして長安の遺体を掘り起こして、安倍川、安倍川って京都ですかね、安倍川原で貼り付けの刑にしま ですね。この頃はやはり見せしめをやるときは非常に残酷なことをどんどんやっていくわけですが、やって、そして長安の親戚縁者も全部いわゆる連山処分として粛清をされる、そういうことが起こるんです。だから当然大久保、その親分である大久保忠隣にもかかってくるわけですね。で大久保忠隣はどうなったかというと、まず小田原城を追われるということですね。そして流罪になる、そして、やっぱり大久保氏に関連したいわゆる類族はどんどん捕らえられて、処罰をされる、殺されるのもあるし処罰をされたのもあったわけですね。で、ただ幕府は家督を忠隣の孫の大久保忠元、これが唐津に来る最初の大名ですね、に継ぐことだけは許したんですね。ここは裏があって、実は忠元の おばあちゃんですかねが徳川家康の長女になるわけです。家康の亀姫っていうのがいますが、そういう関係があったからとも考えられます。そして忠元をいわゆる紀勢藩っていうのは埼玉にある小さな二万石の城主ですが、そこによってお前はそこから一歩も出ちゃいかんということで蟄居処分、しかも蟄居処分って悪い軽い罪なんですね。だから大久保忠隣一族は追放された、処分されたけれども、忠隣の孫の忠元はそういう形で処遇を受けているということですね。これが後で唐津にやってきて、そして名誉を回復するそのあれになっていくところですね。まあそういうことをやっているようです。あと紀勢藩から五万石の加納、美濃の加納、そして播磨の明石、さっきちょっと言いました七万石、ここに行って、そしてその後ここに10年くらいおって、あと慶安2年の7月に唐津にやってくる。この時8万3000石ですね。8万3000石、12万3000石が8万3000石、これは4万石いわゆる天草の乱で召し上げられた、その後ちことですね。
こういうようなことで、だからこの事件はどうも本田親子による大久保氏及落氏の陰謀だという噂が江戸中には広まっていたという、大久保忠元はそういう形で、蟄居を命じられて、やがて狩野藩からここの七万石の番所明石にやってくるわけですが、この明石で実力を発揮するといいますかね、本領を発揮していると思われます。ここから唐津に来るわけですが、この七万石のと、これ、松浦氏団塊が春秋旅行しておりますが、秋の昨年の秋の旅行の時にですね、姫路城ができきれいになったということ、それを見るものと、それからこの明石辺り、いわゆる播磨の有名な城を全部見て歩きました。私が一番興味持ったのはこの七万石の播州明石ですね。写真撮って、これ、撮ってまいりましたが、明石城、これ、なんて言いますか、かなり長い、こういうの唐津ではこういう周りを腰ぐるわっていうようですが、まあ、帯ぐるわとかいうで、これはいわゆる両櫓の間にこういうあれを作って、この向こう側に本丸や二の丸があるわけですが、なかなかと、これは遠望ですが、なかなかすごい構えですね。この下に置いておるのが、いわゆる瀬戸内海沿岸のお城で、ここで、明石の城はどれかというと、これになるって思います。明石の城ですね。で、ここで今はここのところに、こっちに通る、これ淡路島でしょうかね。だから あれが橋かかってますが、いわゆる明石海峡、一番船が南越す潮の流れの速いところ、ここに明石城があるということは、ここを固めるということですね。ここを簡単に通らせとったら、瀬戸内海の水軍がどんどんこっちに行って、それで大阪に入ってくるというようなこのあれがありますから、だからこの守り、瀬戸内海と引いては西国九州までの守り、海上交通とその西国大名を抑える、そういう拠点が明石城だったわけです。そしたら、いやそれは姫路城だろうもんと言われると思いますが、江戸初期はそうだったんですね。姫路城、あの例の官兵衛ですか、時おった姫路城がそうだったんですが、姫路城はこれよりもちょっと西側ですから、こちらにあると思いますが、姫路城を分散して明石とかこの辺あたりの城に、この瀬戸内海の海上交通の監視の役を担わせたわけですね。その時に、なんて言いますか、忠元は明石に、そしたらそういう役を忠実に果たすために、船宮っていうところを作るわけですね。唐津にもありますが、これはもう後でちょっとお話しますが、その船宮にかなりの軍船を置いて、そして瀬戸内海での海上権を支配する、そういうことをやってのけるんですね。だからこの人が唐津に来たということは、唐津を瀬戸内海の証のようなところにしてほしいという願いがあったと思います。だから幕府は大久保忠元、大久保氏をそういう形で唐津にやるということ、何も偏僻なところに飛ばすというようなことではなかったかと、まあ、そういうふうに思います。で、これはいわゆる証の城の一部です。昨年行った時にパチパチ撮ってきました。これが本丸と東の丸のあった後だということ、東の丸っていうのは後で、ご説明いたします。そしてこれがいわゆる帯屋村ですね。 で二の丸に行く道路、この辺りが一番元のまま残ってるんだという説明を受けました。まあ、かなりの規模の、まあ、七万石って言いますが、かなりの規模の城で、力を実力を培っていったと、まあ、そういうふうに見てよかろうかと思います。ただこの大久保氏のいた、いわゆる、さっき見ましたこの明石ですね、明石には実は里見家との関連遺跡といいますか、それが割合あるんです。里見家というのは例の里見なんですかね、あれは里見八犬伝か、
うん、そうそうですね、里見八犬伝 の里見氏ですね。あのもともと阿波の神といいますから、あの千葉ですね、千葉の館山というところがあのふるさと、千葉さん本拠地だったんですが、あの館山、千葉の房総半島ですねの館山は一番外れになると思いますが、江戸に非常に近いわけですね。しかも武勇 にならした家柄ですね、里見家というのは。そういうのが近くに、江戸城の近くにあるということは、幕藩体制を維持していくためにどうも徳川家にとっては邪魔になった、何かの理由をつけてこれとかところにやってしまうか、滅ぼしてしまいたいっていう思いがどうも徳川にはあったんじゃなかろうかって思わせる節があります。鳥取ですかね、蜂起の国に追いやられてそこで潰れてしまいますね。ただその時に追いやった理由が大久保氏と関係があったということです。大久保氏と関係があったというのはここにちょっと書いてますが、大久保唐津にやってくる忠元ですね、このなんて言いますか、お姉さんが実は里見阿波の神忠義と書いて忠義の奥さん、正室だったんですね。そしたらこの阿波の神忠義が里見家が滅ぼされる最後の殿さんということなんです。この殿さんに10という人もいますが、8なんかお墓の数は後でちょっと勘定してみたいと思いますが、ここなんですね、忠義で、お姉さんがいたところで、幕府は里見家を滅ぼす大きな理由におそらく大久保氏の関連を考えたって思います。大久保氏のいわゆる一族から、お姉さんが里見家の大名の正室にと、ここで連座制を運用したのかも分かりませんが、そういうふうにして滅ぼされるわけですね。だから忠元は非常に、自分の姉も不遇だったと思うけれども、阿波の神忠義も非常に不遇だったと思ったんですよね。実はさっき見ましたこのあれに、雲政寺っていう、お寺を建てとるんです。この雲政寺っていう、この雲政っていうのは雲政院っていう、この里見忠義の院号を取ったお寺なんですね。ここを四段階の旅行の時に行っていましたが、その前にこれが いわゆる蜂起の国、倉吉ですかね、蜂起の国にある、里見家のいわゆる里見、忠義に殉死した8人の家臣たちで、勘定しますと1,2,3,4,5,6,7,8 でこれのけたら8ですね。これが忠義の墓と思います。ここにあるのが果たして正室の墓なのか、その辺はちょっと僕もよく分かりませんが、まあこういうわけで、でこれを後々江戸後期になっていわゆる南宋里見八犬伝というのに、極帝馬琴という人ですね、この人がこれで実は有名になったんですね。だから忠臣蔵にしても何しても、江戸のいわゆる偽作者といいますかね、作者がそういうことをずっと今言った本に書いてやる、これによって、だから、里見家にしても今テレビで日曜日にやっています真田丸にしてもですね、事実すべて史実に忠実に描かれるとは限らないと思いますね。そういったところ、ただしドラマとしては非常に面白いし、実は来年は間違いなくこの里見八犬伝、南宋里見八犬伝を台本にしたのが日曜のドラマに出てくるんだと、これですよっていうのをものすごく今なんて言いますか、応援しているとか宣伝しているのが、さっき言いました館山城のある館山市ですね。ここではもうその町に行ったら、僕も写真で何かで送ってきましたので、その写真しか見てませんが、とにかく里見忠義とか八犬伝の旗がもうブーッと館山市に立っとるんです。唐津も小笠原長道をテーマにしてですね、でずっと大手口からずっと小笠原されたら、ひょっとしたら10年後ぐらいにです、ね、なるかも分かりませんが、まあ、夢として取っておきたいと思います。おそらく数年後にはこれをテーマにするようです。市長さんはじめそれをものすごく何て言いますか、観光の、あれに拠点になるということでですね、目玉になるとやっています。まあ、ちょっと脱線した写真をお見せしましたが、いわゆる
この雲政寺というお寺に行きますとですね、これ写真撮ってまいりましたが、阿波の神、忠義の供養碑、お墓ってこう書いてありましたが、これはもう供養碑、さっき言いましたように お墓はありますので、供養と供養碑ですよね、お墓の形で作っています。この雲政院殿神宗なんとか古寺、この雲政というのを取って雲政寺というお寺にしてるんですね。そういうにしてで、この後ろにここに一つございましょう。このこれですね、これがですね、2つの戒名が書いてるんです。一つがこれ桃源院殿千の明寿大師って書いてるんです。これが、里見忠義忠義忠義の正室奥さんですね。左に円光院殿宝月帝瑠です。リですか、上理でしょうかね、大師、これが子供さんの戒名ですね。この2つだから、ここにこうあるということは、里見家、いわゆる里見家の非常に不運な障害だった、それを非常に姉して、作られたもの。これは誰がそうしたかというと、雲政寺を作った弟のいわゆる唐津に最初に来た大久保ですね、忠友、これがやったということですね。まあ、だから大久保忠友、非常にそういうふうな、なんて言いますかね、信心深いと言いますか、先祖を祀る、まあ、そういったことに非常に熱心にそういうことをやった人だったようです。まあ、そういうことを、大久保が唐津に来るまでのことをですね、前段ちょっと少し前後あんまり考えながらお話を申し上げたと思いますが、いよいよ大久保時代、唐津にやってきたこと、そういったのに入ってみたいと思いますが、大久保時代というのは2代30年続いたようです。まあ、30年というのはもう機械的に1648年から1678年を引いてもう書いております。だから本によっては31年とか言ったのもありますが、まあ、2代30年、忠元と忠友ですね、ちょっと、間違いやすいですね、忠朝が忠友、忠元ですね、8万3千石天草4万石が上智幕府に取り上げられているからこの石高になったんですね。で、大久保氏忠元が来るときに、幕府で言われたのは、まずお前が唐津に行くのは九州の外様大名の監視役だぞということを念を押されたようです。それともう一つは、長崎奉行と同格の地位を与えると。それで、鎮西調子あたりには長崎関務という言葉で表現してありますが、長崎をいわゆる監督する仕事、長崎はさっき言いましたように佐賀藩と福岡藩、黒田と鍋島が交代交代で守っているわけですね、外国船の渡来とか密貿易とかそういったことで長崎を守っているのはその2藩だったけれども、その上に立って監督するというのは唐津藩の大名、それをまず大久保がやったということですね。そういうことです。で、だから忠友、非常に真面目な人だったようですにとってみたら、自分が唐津にやられるというのは証しで、あれだけ頑張ったのに唐津にやられるということに、なんて言いますかね、悲運を感じたというよりも認めてくれたと、幕府が自分の力、証しでのいわゆる海上権を支配したという、そういう力を認めてくれた。だから唐津でも証でやったと同じようなことをやって認めてもらおうという、そういうなんて思いがあったようです。だから証で育てた軍船を全部唐津に持ってきてるんです。証で育てた軍団は全部で、その時の松浦要略記っていう、いわゆる、歴史の本と言ったらひょっとしたら少し語彙があるかもしれませんが、江戸中期頃に書かれたですね、唐津の歴史を書いた物語ですが、もう古文書の中に入っておりますが、その中に大久保氏の時のことを、播州明石より国替えをしたと、
その時にお船手並びに町人とお越しなされそう。だから明石で育て上げた自分 の, あの何ですか、自慢のお船手組は軍団ですね。それとそのお船手を、まあ、船頭さんがいる、船長さんがいる、そういう人たちを全部、それから町人たちも全 部, 一緒全部連れてきたということですね。これが今も残る唐津の船宮、船宮の誇りということになります。で、明石に行って船宮があるかって聞いたら確かにありました。明石にもやっぱり船宮というのは残っていますね、あの地名として。まあそういうふうに考えますと、大久保氏っていうのは決して悲観してやってきたんじゃなくて、唐津で、一つ実力を認められて、ゆくゆくは江戸に帰ってやっぱり、老中に帰り咲こうっていう、そういう思いがあった、まあ、そういうふうに見た方がよかろうかって思います。これは大久保の次の次の代、土井の時代の城下絵図です。城下絵図、これ広い絵図ですが、ちょうど船宮のあたりから渡田から加古町、今でいうですね、そのあたり見ますと、この唐津さんのお船手の組織がよくわかる図です。ここにある何々丸っていうのが、これが大久保氏が持ってきた、または土井氏の時代にもこのまま置かれている。この中には 何隻かは寺沢氏の時にあったのも含まれています。寺沢氏の時のもですね。ただ寺沢氏の時の船団というのはそう規模は大きくなかったように思われます。ように思われますというのは十分に僕も調べておりませんので、ほとんどがやはりいわゆる明石から大久保氏が持ってきたもので、そういう一番華やかといいますかね、栄えた時に110軒ほどお船手の家々が立ち並んでいたと言われています。そこをお船宮と呼んだんだ、船宮じゃなくてお船宮と呼んだところがやっぱり殿さんの引っ越しについてきた人たちということで呼んだんでしょうね。だから以前 あの僕たちよりももっと先輩の詳しい歴史に詳しい人はやっぱりお船宮とおっしゃいましたですね。船宮じゃなくて、で松下、小島が太田、原田、梅田、小宮、まだたくさん名前がありますが、こういう方々が例えば東唐津とか船宮とか加古町とか天町とか、そういうところにいらっしゃる、こういうお名前でいらっしゃる方はおそらくお船手の、一族の方々だったと見て、よかろうかって、思います。まあ、そういう何て言いますか、大久保氏唐津にやってきて、まずお船手組を大事にしながら育てながら、唐津湾並びに玄界灘の守りを固める、そういうことをやった、実績を上げたということですね。もう一つは、大久保氏が唐津にやってきた頃、ちょうど幕藩体制、幕府がそれぞれの藩を配下に置いて、そしてそこにきちっとした秩序を作って、そして、江戸の幕府を中心にして日本国全体を支配していく、そういう制度、幕藩体制とよく言いますが、それを確立する時期だったわけですね。だから、そういうことを大久保氏はきちっと分かっとるから、幕府から来るお触れとかいろんなのを忠実に実行しながら、唐津さんを運営していく、そういうことをやったわけです。まず村方三役で、村の中に庄屋を中心にして、代官からいろんな命令、例えば年貢をこれだけ出せとかというお触れ、そういったのを忠実に庄屋が守っていく、そして村を庄屋の運営に任せる、そういうような制度、一般的に村受け制度と呼んでますが、そういう制度を確立したのは唐津で大久保氏。それからもう一つは庄屋の天孫制というのを実施したのも大久保氏。これは天孫というのは、庄屋さんを10年も20年も同じ場所に置いとったら、農民たちと慣れ合いになる、慣れ合いになるとかえって立つ位置が農民側に立って、代官たちの言うことあまり聞かなくなる、これであってはいけないということで、いわゆる天孫制をする。しかしこの天孫制っていうのは巧妙に使われて、ずっと一つの村に居残るって言いますかね、永続に続いた庄屋さんも
10人よりもっといらっしゃるわけですね。ということはそういうのを見せながら忠実に、いわゆるお城側の代官たちの言いつけを忠実に村で実行して返していくというそういういわゆる代官側にお城側に立つ庄屋さんというのはそういうふうにずっと長く住まわせたと、まあ、そういうような巧妙なこともやったと思います。もう一つは5人組、これはご存知の5人組の制度というのはもうご存知の通りですが、これも例えばちょっと小さいですがこちらが資料になりますが、このところにご法度相守るべき前組5人組のことってあります。で、これは大久保時代に書かれたものではないけれども大久保時代に作られた5人組とほとんど同じものです。なんでそれが言えるかというと5人組前書きというのはもうご存知の方が多いように、いわゆる5人組を作って、5人組ってどんなふうに作るかというのはもう言葉で言うよりもこの文章この文書の中にこんなふうに書いてあるんです。村中の男子を15歳から60歳ぐらいまで全て5人組に入れます。そして、それに入った人たちは徒党を結ぶ不届き者や徒党っていうのはグループになって一気を起こすとかそういうことでしょうね。そういうことをやる不届き者やわがままな者がいたら悪事に走らないようにいたさせます。5人組に入った者は私たちが5人組が協力して幕府に立てつく藩に立てつく代官に立てつくようなことはさせませんという約束の証文のようなものですね。そしてこういうのの最後にその村中の5人組の人の名前を全部書いてそれに反応してるんです。そういうものを毎年出させるっていうですかね、そういうのその中の一番最初にたくさん5人組前書きというのが残ってますがその中の最初に書いてあるのがいわゆるキリシタンの者はこの村には一人もおりませんという文言がまず最初に書いてますね。ということは、大久保がやってきた時もう天草の乱島浦の乱起こってるわけですね。ということは幕府はその後すぐ鎖国をしてそしてキリシタンの侵入をされないようにするわけですね。キリシタンを禁止する。そのことは幕府が幕藩体制を運営するための第一の仕事だったわけですね。それを大久保氏は忠実に守っていこうということで前書き大久保氏の作った前書きの中にはまずはキリシタンのことはこの村には一人もおりません、万一ご法度のキリシタンを、信仰するものがあったら本人はもちろん5人組の者まで同罪に仰せつけくださいなんてこういう言葉を書いてるわけですね。だからそうすることで悪い表現したら幕府の言うことを忠実に、悪くはないでしょうね、幕府の言うことを忠実に守っていくそういう運営村受け制度のやり方をする。その中には例えば田を耕す耕作には年を入れ田畑は一世たりとも荒らすようなことはいたしません、5年後は必ず上納いたしますとか衣類は仰せつけられた通りにいたします、絹は禁止って言ったら絹は絶対、着させないように5人組で監視するっていうこと、もし違反があったらそれは連帯で責任を取ると、こういったのを作ったわけですね。そういったのを作っていますがここに旦那寺の証文を差し上げている通りって書かれてありますが旦那寺の証文というのはじゃあどんなのかっていうと大久保時代に残っている旦那寺の証文というのはこれなんです。キリシタン宗門改め帳というのですね。慶安3年というのは1650年にあたります。1650年っていうのは何て言いますかこれ以前のキリシタン宗門改め帳というのは全国探してありません。ありませんというのはこれが一番古いということですね。だから率先して宗門改めなども大久保氏がやったということ、これはやはりキリシタン禁令といいますかね、これを忠実に村人に守らせる。でそれは寺沢時代に一代目の寺沢時代に天草で痛い目を遭った、それは厳密にはキリシタンの反乱キリシタンの一揆じゃなかったかもわからないけれども一応キリシタンの
例えば天草四郎なんていう名前が出てきますので、だからそういうことを二度と起こさせないというような、そういう意気込みがあったんでしょうかね。まあ、改め注文改めてよというのはそんなに難しいものじゃなくて、こんなふうにして例えば、あ、これはですね、ババ組と書いてありましたので、今の大地ですね、大地のものですが、ここなんか書いて徳林寺でこれ読むんです。徳林寺の旦那、作大夫さんというのは徳林寺のを檀家にしてるってことですね。奥さんと二人でおると、こういうようなことをずっと書いてるんです。その妙音寺って今もありますね、の中に正左衛門という人がおる。正左衛門の家族が多いですね。この人たちも全部妙音寺にお参りをして、ここの旦那ですって、で締め6人いますとか、こういうようなことを書いているわけですね。でこんなのです。ここにいっぱい、旦那寺をいっぱい、妙音寺とか浄徳寺でしょうか、円楽寺とかありますが、私の旦那、これだけの人がいます、全部キリシタンではございませんということを書いたもの。例えばここのところに右の通り、バテレン、キリシタン、イルマンの宗門、ババ村には一人もござなくそろ、ババ村というのはお家ことね、お家には一人もそういうこと下はおりませんよというようなことを、こういったのを出させるわけですね。で最後の締めがこれで、長谷川、何です、神右衛門でしょうか、石川久左衛門、石川久左衛門っていうのは石子久、ここの場合は石川ですね、石川久左衛門と大久保氏のいわゆる差出帳の中に入っている人物です。おそらく大官でしょうね。でずらーっと書いてある、もうなんかいろいろ書いてあるようですが、要約したらこんなこと、キリシタンの宗門を届け出たら、隣の人はキリシタンだよと届け出たらご褒美を下されるとのこと、かしこみ立てます理想とありがたくお受けいたします。もし、存じながら知っておきながら隠し置き届けなかった場合は、キリシタンと同様のお仕置きを受けても構いません。またもし、当村にキリシタンの宗門があった場合、ありますという訴えがあった場合は、本人はもちろん、もちろんのこと、村の庄や名と5人組まで罰を仰せつけください。こんなのを毎年書いて渡すわけですね。こういったのを200年以上続けていく、こういったのを最初に作ったのは馬場村、大久保の時代ということ、いかにだから幕府の制度いろんなに先行したちが忠実だったかということが分かるわけですね。まあ、そういうことを見ながら今度はちょっとお話を書いてみます。大久保氏は唐津にやってまいりました。ところが大久保氏がやってきて、大久保氏に関連するお寺というのが唐津にはいっぱいあるんです。で普通内庵って呼ばれるんですね。で大久保氏のには今6箇所、まあ、6つの内庵があった。内庵っていうのは不動機構という本の中で、内庵というのは何だっていうのはこういうふうに書いてあるんです。内庵というのは城主が開基したお寺だと、新しく開基だと、だから城主が変わればそれについていく、そして、その城主だから、例えば小田原におったりして唐津に来た場合には、大久保は唐津にいた、唐津じゃない小田原にあった大久保関係のお寺全部持ってくるということになるわけですね。これはもう大変ですね。だから持ってきた場合には何て言いますか、寺を建てる自治だから、寺の土地がなかったりした、または侍屋敷の中、または除地ってだから広っ端空き地、あるいは借地をして寺を建ててもいいと。その時は城主より蔵米とか補助金、城主が建ててやるという意味ですね、蔵米補助金を与えるんだ。だから大久保氏がやってきた時に、よく六内庵と書いてありますが、それを調べると、例えば西寺町に金勝寺とありますね、これはもう寺沢のところありましたが、その前のところに永久寺という寺があるんです。これ後でちょっと写真で見てみます、絵図で見ていますが、これは亀姫の菩提寺、亀姫っていうのはさっき言いました徳川家康の長女ですね、ですが、
お寺の聖徳寺っていうここに立ったんだと。そしたら永久寺っていう、永久寺は忠元のお母さんの菩提寺だっていうことですね。それから東寺町、今は東十二町と言いますかね、ここに瓦葺きの築地塀でたくさんのお寺があるようですが、本勝寺というお寺があるということです。この本勝寺って今はございます、今はまた小田原に帰っているわけですね、まあ、そういうお寺、これは忠元のお父さんのお寺だとか、法蓮寺の場所には亀姫の次女のお寺があった、三条寺と呼ぶんだとかですね、それから龍源寺あたりには寺領五穀を与えられて、そして桃源寺とお寺があったんだと。でこの桃源寺も、もう少し進めてから参りますが、桃源寺とお寺があったんだと。そしてその桃源寺に何て言いますかを檀家とする大久保氏の家臣団のうちのいくつかの墓地が丸曽公園内にあるんだということ、これも後でちょっと見てみます。それから陽徳寺とか次元寺とかこういうお寺だから、大久保氏はこの6つのお寺を持ってきた。そしてまた天保矢移りするときに持っていったということになるわけですね、まあ、そういったことを繰り返していったということです。でじゃあどこにあったかというと、これは実は下に書いていますように肥前名古屋城図と唐津城図についてということで、名古屋城の研究企業の中に名古屋城の学園であった宮崎弘先生がですね書かれたものをちょっと拝借してこうポッポッと載せたんですが、あの大久保時代の唐津城図ですね、これも有名なあれですが、これちょっとアップでいきますと、この永久寺がどこあるかというとですね、これ切り取って大きくしたらこうなります。ここ西寺町になるんです。ここが西寺町のにはよく牢屋があったといいますが、この辺りですね。じゃあこれで金勝寺がここなんです。金勝寺、ここ、この金勝寺の前のところになんか土塀がありますね。ここがどうも永久寺らしいということですね、あの宮崎先生によれば。それからこの辺り、この辺りですね、ここがお城ですね。だからこの辺り、東十二町のこの辺でしょうか、この辺をちょっと大きくしますとちょうどこれどうこうなんですね。そしたらこの一角、ここになんか大坊さんのような、ま、ちょっと人が杖ついて歩いていらっしゃる、この辺りのですねお寺もいくつか特定されています。本勝寺があるんだと、これだって思います。三条寺や桃源寺があるんだと。ここが大石大神社ですね、ここが龍源寺ですね。だいたい今言った大久保の六内庵というのはこの範囲内に入ってきますね。ところがこの範囲内には大久保の後来た正常寺というお寺、これが大石大神社の一角のここのところにかなり大きな空き地としてあったんですね。今空き地があって、そこに正常寺にが土石のお寺でしたが、土石が小菓子という茨城の小菓子に移るときにですね、少し残していったお墓が少しあります。まあ、そこは龍源寺さんが管理していらっしゃるというのをお話聞きましたが、そういう形でですね、お寺っていうのは何て言いますか、版が変わると持っていくっていうですかね、持ってきて持っていくって、そういうことを幾度も繰り返している。ただしそういうことを幾度も繰り返しても、もうこのお寺は唐津にあるお寺のどっかでもう永代供養って言いますか、そういうふうにしてもらおうやっていうのもいくつもあります。だから唐津のお寺には古刹と呼ばれるお寺がいっぱいありますが、それをずっと調べていくとですね、それぞれの時代の、例えば大久保氏の誰それのあれがここにあるというのがあるって思います。でそういったことをなさった方、先祖を調べるためになさった方がいらっしゃいますが、非常に残念なことは結局もうずっと昔のことだから、だいたいお寺は代が変わりますから、お坊さんによっては全部寄せばかって言いますかね、そういう形になってしまってなかなか見つけるのが困難。それともう一つはなんですか、お寺にある、あれ何ちですか、まあ、なかなか見せてもらえないことがありますね。そういうことで非常に調査は困難だと言われた方もおりますが、まあ、唐津のいろんなことを深く調べていくためには、そういうことがぜひ必要かなという気がいたします。
はい、それじゃ時間も迫ってまいりましたが、もうしばらくお付き合いください。いよいよこの最初にこれ言うてこの話何もしませんでしたが、これです、大久保加賀の神の日ですね。もう皆さんも何度も言ってご承知かて思います。で、これですね、まず後のことをお話しするために少し、参りますが、これ上から下までの高さですかね、約 3.5 メートル、結構高いですもんね。この 3.5 メートルっていうのはですね、鏡に寺澤宏隆がありますね、あれよりほんのちょっと小さい、低い。ただ見事さは、どっちも大人の見事さ、こっちの見事さは、あ、もう一つは石材は伊都郡の二条町の片山から運んだっていうのが、いろんな地方の郷土史には書いてあります。片山から運んだんだということ、非常にきれいなあれですね、うん、そして、じゃあここに例えば大久保加賀の、あ、加賀の神というのはただ元のことですが、何かが入っているのか、例えば頭髪とか、なんかこれはまずないと見ていいと思います。これ実は加賀の神っていうのは江戸藩邸で亡くなるんです。で、江戸藩邸で亡くなって、大久保家の菩提寺は何て言いますか、京都にあるんです。本禅寺長というのは、ここに大久保彦左衛門も、それからいろんな、ただ何て言いますか、ただ誓って言いましたかね、そういう大久保家の主だった人は全部ここを埋まってるんですね。ただ大久保加賀の神もここに埋まってるんです、まあ、そういう意味ではここはいわゆる何て言ったらいいんでしょうね、やっぱり記念碑って言いますか、碑ですね、石碑、これです。玄海町氏には近川地の石工が作ったんだって書いてあります。それを徳川家の中の資料で見て書いたということを玄海町氏には載ってますが、そこのところ僕も調べてませんが、まあこれですね。で、これもうお話をするためにかなり薄かったですが、これよく撮れた方ですね。亀、三段のこの亀、正面に霊気、いわゆる伝説上の中国のですね、この上に実は不老不死の仙人が住む、いわゆる蓬莱山が載ってるんだとか、まあ、そういうふうなあれがありますが、ここに亀を置いて、ここに波でしょ、いわゆる唐津湾を想定したんでしょうか、波もう、ここも波ですね、きれいなあれで、ちょっと見にくいですが、だから三方は波、正面は霊気っていう、そういうのを彫っている、珍しいって言いますか、非常に見事なものですね、まあ、こういう形になってます。で、これはもう何年かも、一番あれの晴れた日に登ってみました。それはこれ、高島がこんなに大きく見えますですね。それから鳥島はこれには見えませんが、浮きだけが向こうに見えます。ここからですね。だから、ここにこの日が立った時には、ものすごい見晴らしが良かったって思います。大久保氏の時代の地図もおそらくここで描いたって思います。見てですね、俯瞰して見たって思いますが、素晴らしいところによく建てたとこれ、思います、まあ、さっき見せました、これもおそらく いわゆる全体の風景から、これが浮き滝でしょう。そしたらやっぱり今のところに、ここのところからですね、一応写して、そして描いた、まあ、そう見ていいかなと思います。また別のいわゆる大久保時代の地図が県立博物館ありますが、これ少しアップして、いわゆる今の公園ですね、緑地公園にある大久保氏の碑を見ますと、ここのところにですね、そのことを書いています。大久保加賀の神先祖石碑ありって書いてますね。お墓では書いています、石碑ありって、大久保時代に書いてあるのか間違いないと思います。で、もう一つは山田というところが、もう山田峠ってご存知と思いますが、あそこのところです。ここに 2,3 行書いてるのは山田寿院坊領20国ここにあるっていうわけですね。20国をここから与えてる。だ、寿院坊、坊っていうのは修験者が寝泊まりする家のことを言うわけですね。このだから寿院坊に20国を与えて、大久保氏のこの石碑、また近くに後で見ますお墓あたりの管理をさせていた、そういうふうに見てよかろうって思います。じゃあこのいわゆる大久保の碑ですね、
皆さんも行ってご覧になると、もう残念ながら何を書いてあるか分かりませんので、今から見ますので、の本当にこう書いてあるかなというのを調べに行ってみてください。まずですね、このお墓の一番丸くしてますね、ここのところに横に、こっちから右から左に、肥前の国唐津城主大久保君の碑銘って書いてあるんです。こうですね。そしてこの全体にびっしり、東松浦郡市ですか、なんかにはですね2700字ぐらいあるって書いてあります。びっしり書いていますですね。そして、見えるところで、寛文12年1672年のことですが、4月19日に公文院学士の序っていう人が書いたっていうようなこと、そして一番最後のこのところに、これはやっとこさ見えます、このところの端のここ左下に、孔子唐津城主従五位の下出羽の神大久保忠友が建てたんだっていうこと、だからこれは寛文12年に建ったということは分かるわけですね。ところがこの裏側に2枚っていうか、これの裏側ですね、裏側に2つの年号の違う2つのやっぱり碑文があります。その一つが延宝6年って書いてます、4月19日、やっぱり公文学士の林宗っていう人、それからもう一つが1688年公文学士の、これがですね、なんて読むか僕聖雲林と、これをインターネットで調べると、これと全く同じ、なんて言いますかで記してこう書いたのが、奈良のですね柿の本神社の碑にあります。これだから公文学士の、あれの有名な人の碑っていうのがあちこちあるっていうことですよね。これちょっと時間が迫りますので、少しもう少し行きますと、じゃあ今言ったこの碑を何で読めるかっていうと、これなんですね。大久保君の碑並びに銘って唐津の近代図書館が持っていますに所蔵されている、いわゆる差組の王女への岸田喜一さんが書いたものと見られます。というのはここに文化12年ってありますので、文化12年の3月に移したってあります。この時の差組の王女や岸田喜一人です。でこの人がどがんしてこれどがんして書いたろうかねって、もうそこまでは皆さんでお考えいただくということで、多分櫓を立ててみたのかでしょうね。ちょっとよくも書いたっていうあれです。こんな字なんです。だから読もうと思えば読めますが、漢文、ところが後のことの人も考えてでしょうか、ちゃんと古漢読むぞっていうレテンって言いますかね、 1,2 個読むんですよっていうのこと書いてますから、苦労して読めば読めます。で、これ確かに漢文12年ってこうありますね。もう何て言いますか、岸田文書の中に入ってますので、よし読んでみるって方はあれを、僕もコピーは持ってますので、お渡ししますので、どうぞ読んでみてください。で大体ざっと読んだところ、どんなことを書いてるかというとですね、これには、まずこの碑文ですね、文化12年の4月19日忠元の三回忌に、石碑を建立した、その際にどうも書いたものだということが分かります。そして書いた人は公文学士の序という人が書いたということ、それから何を書いたかということ、今だいたい10枚ぐらいありますが、2700余りの文字でびっしり、大久保家の来歴、そもそも大久保家というのはどんな家柄だったか、それをもう古代から書いてあります。天皇のあれ、この辺はあんまり信用にならないと思いますが、だん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 小牧長久手の戦いに家康を救ったとかですね、いろんなことを書いてるんです。こうですね。それで、忠元の業績をびっしり刻銘しているということですね。じゃあその先文文を書いたのは公文学士と書いてありますが、これはご存知の徳川家を学問の上、学問上で支えた林家、いわゆる林羅山ですかね、の一族、子孫ですね、それを公文学士っていうんです。林家に保証された学者ですね、だから儒者の名号だということだから、かなりの人物が書いたということになろうかと思います。それから裏側って言いますが、裏側の一枚はこういう形です、
これは2枚くらい、こういうのが2枚くらいあります。もうちょっと急ぎながらで申し訳ありませんが、延禄6年って書いてますね。で、大体このひぶみはですね、延宝ですか、延宝6年、この年4月19日だから、勘定したら7回忌にあたります。ただ元の7回忌に刻んでます。そしてひぶみにはただ元の義理の息子が二代を継ぎ、ただともですね、自分自身ただともの業績、または前年に老中を拝命したこと、それから父祖の号であった加賀の神を名乗るようになったこと、また延宝6年翌年になりますか、正月23日に江戸に近い桜、島宇の桜へ転封を命じられたというようなことが面々と記されています。だからそれでいくとですね、この日文は桜へ転封が延宝6年の正月23日、これ作ったのが延宝6年の4月19日ですね。だからこれは結局、この忠常がですね、桜へ転封を命ずられて、まず行く前に書かせたのか、または転封後に書かせたのか、この辺がちょっとよく分かりにくいですが、ただ忠友が刻ませたということは間違いない、他の誰かが刻ませるはずがないですから、林教の古文学人ですね、直前か直後か、往々にして正月23日に命ぜられたって言ったらですね、少しゆっくりしていくんですね。だからひょっとしたらこれを待っていったかも分かりません。この辺ちょっとよく分かりません。そして最後にこれよりもう少し短いのがあって、これは上京万年の5年ってこう書いてますが、こうですね、そしたらこれですね、ちょっと大久保氏のいわゆる石碑のこんな狙いで建てたんじゃなかろうかっていうのをお話をしていきよったら、もうちょっと時間ですので、一応これを読み上げながら見てみます。まず、こういうふうに考えられます。この日文は上京5年4月19日に老中の忠友ですね、それが養父の忠元の17回忌に合わせて、林家のこの人に依頼して、唐津に立つ忠元の石碑に刻ませたということになるわけですね。そして、この時の唐津藩主はもう大久保じゃなくて松平の二代の松平憲治、ひょっとしたらだから憲治さんにちゃんとしたお手紙を書いて、こう誰かに掘らせたということになろうかと思いますが、だから日文にはこの石碑は漢文12年の4月19日、いわゆる祖先の供養のため、忠友の供養のために、以前、唐津において建立したんだって言った。だから、この日が漢文12年、この年に4月19日にの3回忌に作ったということは、これで分かるわけですね。そして、延宝5年、唐津において老中を拝命したんだと、自分が。そして、桜へ転封したと。そして、その8年後は、上京3年には、10万3000石で、小田原へ転封した。思えば小田原城は自分の高祖、いわゆる先祖である七郎右衛門忠世、これが大久保彦左衛門のお兄さんにあたるんです。鬼が徳川家康より拝領して以来大久保家の居城であった小田原、それが高祖父、ひじいちゃんの忠親の時に城を追われて不遇な時を過ごしてきた。しかし苦節50有余年、50有余年って書いてあるんですね、50有余年、ついに先祖の地の小田原へ戻ることができた。そういったことを言葉がですね、こんなふうに書いてあるんです。だからこれ読むとしたら、兄これを祝さざらんやなんて読むですよね。このこれをお祝いしないで何をお祝いしますのっていうような意味ですよね。兄これを祝さざらんやと、まあ歓喜の情を持って面々と刻まれているということが分かります。そういう意味ではこの石碑はもう不遇の中で唐津に会ってきて、そして、その大久保氏が忠元の代に証で築いた実績を生かし唐津で再起を図った。
でやがて忠友が老中としては貧鄙なところから始めて老中になった。そして先祖の小田原に錦を飾るまでの来歴を面々と刻んだ。言ってみたらいわば大久保忠友の一代記であるということがどうも言えそうです。でそういうことをこの日から読み取った場合に、忠友が忠親が老中を務めて50年後ですね、50数年後に大久保から久しぶりに老中になった。でしかもこれまでの前例を破って江戸から離れた肥前唐津城の主として老中に就いた。その時の感激が忘れられずに江戸上屋敷の庭園の一角に唐津山と名付けた築山を築いた、まあ、このような推察が、まあ、成り立つのではないかと、まあ、そういうふうにこのあれを見て感じます。最後にです、これもうお行きになった方は分かりますよね。大久保氏縁故の墓地がございます。これはもうおそらく皆さん全てご存知と思います。丸荘公園って言ってしまいましたので、もう丸荘公園で通しますが、丸荘公園登る途中右手にですねこれがあります。左手はちょっと広場になってます。遊園地風になっていてトイレがありますね。トイレがあります。樹陰坊というのはおそらくそこにあったんじゃないかって思いますが、まあ、樹陰坊に管理をさせたお墓ですね。でこの 1,2,3,5 つお墓がありますが、これちょっと、どうしますか、ちょっと真ん中古い方から見ますと真ん中これですね。ということはこれになります。この、ま、これですね。だこれはですね明暦元年に没した陶芸院殿とは書いてありません。ところがよそのにはいっぱいこれ書いています。ここから書いてあります。千王妙義大師って書いてあります。これだけは彫ってありますが、これはもう今まで見てきてお分かりのようにいわゆる里見忠義の正室の東の丸様のお墓だと。東の丸様とこう書いているのはですね、さっき明石の城で東の丸ってとこありましたね。あそこに実はこの忠義が亡くなった後弟をたどってこの実弟の忠元をたどって身を寄せたんですね、明石の城に。その時に自分の姉さんに東の丸に住むようにしとるんです。だからこの人をずっと東の丸様って呼ぶようにしてるんですね。名前探しましたが元々の名前がちょっと、分かりませんでしたので、これで通します。これがあるんですね。でこれが55年ですから56年、1年後に創生、早く亡くなったこの人が忠元の次男ですね。で56、今度は57年、1年おきですね、1600に亡くなった南明法蓮華経何運と書いてある、この人が服部清兵衛重次、これは墓碑に彫ってあります。そしたらこれ調べると大久保の筆頭家老、三千石をいただいていた筆頭家老ですね、それです。そしたらこれをちょっと今ので見てみますとこれですね。そしたらこの人が亡くなった、この人が亡くなった、それで自分が亡くなった1年おきに、そうした時にやはり大久保忠元、忠元はまだ今度健在でしたから、忠元はこの2つの墓を守らせるような、自分の家老に守らせるようにそっち向けてですねこう作らせたんかなと。これ3つですね。そしてこの2つはその後ですね、1661年と62年、意外と1年おきが多いんですが、26歳で亡くなった忠元の長子ですね、それから8歳で亡くなった三男ということですね。だから大久保忠元の3人の割に早死にした3人の息子と、それから自分のお姉さんのお墓、そしてそれを守らせるようにして服部清兵衛ですますか家老に守らせたような形で、だからこれをずっと守ってきたって思いますので、樹陰坊のいわゆる坊跡はここにあるとこれ動かさなきゃいけませんね。この前にですね、さっき言いましたトイレのあるところですが、そこは広い、割に広い敷地になってますので、おそらくそこにあったかなという気もいたします。そういうことに割に詳しい方がお近くにいらっしゃるかも分かりませんので、また調べ上げたらそういうふうなことで見てみます。
そして水の子を演説しようというのがありますが、これもご存知の方多いと思います。水の忠国、ご存知の忠国が浜松に転封しますが、その時に次に来る小笠原氏に自分たちの時はこういうことをやっていたよということを書き記した、いわゆる事務引き継ぎの書類と見ていいでしょうね。その中に渡田村のこのことはこういうことで、渡田村の大久保加賀の神の石碑の場所、ここはだいたい広さにして二国三都三所三号ぐらい取れる広さだと。この田畑は前々からずっと引き高になって、そして今もって引き使わし申し候っていうことから、大久保公園、大久保緑地公園のあの敷地はずっとそういうふうにして大事にしているんだというような意味ですね。ちょっともう一つは山田村のうちに、これはさっき見ましたイエズと同じです。山田村のうちで高二十石を加賀の神様のお石碑、まあ、石碑の森の渡田村の寿院坊の宮殿に下されと、今もってずっとその高のうちを納めさせ収納させとるっていうんだから、寿院坊という坊に住んでいたいわゆる修験僧でしょうかね、そういう人たちがここをお守りした、その寿院坊に毎年高20石を山田村から与えているというのがこう書いてあるということは、小笠原氏もそれを守ったということで、明治維新までずっと守ってきたということ、そういうことになろうかって思います、ね、最後の最後です。ところが東の丸様の供養塔と呼ばれるのがいくつかあります。これはさっき説明しましたので省略をします。雲政寺ですね、雲政寺になる供養塔です。もう一つですね、高野山、高野山に3つのいわゆる供養塔、五輪でしょうか、供養塔がありますありますの、これはさっき言いました立山のお城で、立山の町おこしのためにドラマにしようって運動している市長さんはじめ運動している、その人々が見つけなかったんですね。でこれが供養塔だということは分かるんですが、ちょっとここに書いているとこだけ言いますと、どこでしょうか、この辺から東の丸が結局忠義次の旦那ですの33回忌の時に高野山の奥に一つ五輪塔を建てたと、おそらくこれと思います、これを建てたんだと。33回忌ですね、翌年に亡くなるんです、東の丸はですね。だから亡くなる1年前の33回忌これ建てたと。そしたら忠義の五輪塔の側に2つありますね、これは実は名が乗っとるっていうんです、忠友が建てたということが乗っとるっていうわけですね。そして東の丸、これを桃源院と呼んでいたんですが、桃源院と娘の供養塔だっていうわけですね。だからそういったのを全体総合すると、忠元っていう人は、里目家に嫁いだ自分のお姉さん、それからその娘の供養塔を、いわゆる里見八犬での最後の大名ですね、忠義の供養塔のそばに建ててやったわけですね。そういうようなことをして八甲だった姉家族の霊を、まあ、伴ったんだ、そういう歴史が、まあ、見えてくる、まあ、そういうふうに見てよかろうかと思います。大久保氏のいわゆる丸荘公園のあの日からいろいろこう変えて関わってですね、全国的にいろんな資料がまだまだ見つかるかも分かりません、まあはい、ちょっと4時半が予定ですが、ちょこっとばかり例年になく割に早いつもオーバーしてしまいますが、まあ、そういうことで終わりたいと思いますが、ありがとうございました。山田先生ありがとうございました。いつもながら緻密な研究には頭が下がります。浜松町の唐津山はすごくこう興味深いものがありました。もう一度皆様盛大な拍手をお願いします、はい、どうもありがとうございます。大久保氏は唐津で幕府の狙いにかなうような政治をしていこうということで、おそらく農民たちや町人たちにも非常に厳しいお触れを出したと思われます。残念ながらその厳しいお触れというのがあまり残っていませんので、次に来る松平とか土井水野の頃の資料を通して大久保氏の治世といいますか政治を伺うことができるのかなと、まあ、そういうふうに思います。